はい、はい、先ほどからまだ5分10分しか経ってないですけど、はい、ございます。連続でインスタライブをさせていただきます、はい、今日から明日まで2日間インク工房やっております。これのインスタライブを今からしますね。昨日の店では約1年ぶりぐらいですかね。そうですね、はい、で今日はこんな感じで、はい、お願いします。こんな感じ。研究所とかラボとかそういうイメージでしたっけ。そうですね、ですよ、ラボを、うんうん、したかわいい。だから薬品っぽいツールやらディスプレイされてますけど、うん、全部これインクですよね。かわいい、全部色が違う。こんな感じになってます。つまりこれはどういうのかというと、はい、持ってきていただいているこの色見本の中からお客さんに作りたい色を選びいただいて、うんうん、でブレンドしていただくというコーナーです。すごい、いろんな色ありますね。今までどれぐらいの色を作られてもらえますか。今、私はちょっとまだ800色ぐらい。でも800色全部すごい普通に我々人生でまず800色そんな携わるっていうのは、まあ似たような色はたくさんありますけど、比べるとやっぱりそれぞれ違いますね、はい、あなただけのオリジナルインクをブレンドします。ということで早速じゃあいいんですか。よろしいですか、はい、やった。僕カメラ持ちますと、はい、失礼して、はい、お願いします。あ、写真その携帯ですよ今思ったら。んどういうこと。あのお願いしようとしてたやつが。何をお願いしようとしてた。あの画像うちの、そうなんですよ。ほう、どうしようかな。じゃあ言葉で説明しますね。なんか皆さん、あの作ってほしい色の、例えば犬の写真とか、どうやって説明したい、この赤が良かったらこういうものがいいっていうのを、そう、何かだから作りたい色の媒体を持ってきてもらういうことやね。そうなんですよ、うん、例えば、これだったらこの ラプスタンド持ってくるのって大変やけども、今言う写真であったり、うんうん、例えば画像であったりっていうものを、こういう色だったりこういう色だったり、ちょっと赤は赤でも違いがありますもんね。例えばなんでそのイメージが湧くものを画像とかね見せてもらえたら一番いいですね。でお見せして、うんうん、なるべくそれに近い色をどうやって再現していくかを、ここの今日本の方からどうしましょうか、まあ、あと抽象的なリクエストもありますね。色見本がなくてこうイメージしてあーなるほど、インスピレーションを、それは難しいですよね。どうしましょう。じゃあ長田さんやります。いやいや ちょ僕は去年作らせてもらってるから。そうですね、うん、あ、私持ってきますよ。いやいや、やってよ持ってきますいやいや、なんでなんで。ちょ長田さんが携帯取ろうとする。どうしましょう。はいはいはい、じゃあこういうのは、いや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 、ちょっとうち犬が2匹いまして、あ、はい、犬の色をちょっと作ってもらいたいなって思ってて、写真がね、ここっていうね。この携帯なんで、ちょっとブラウンですかね。まずね、そうなんですよ、ブラウン系なんで、うん、この辺茶色っぽい、黒と茶色のミックスな感じなんですよね。何なんこれ。あ、インスタライブ中です。ライブやりながらやった。やめテンスタイルの店長です。そうなんですよ。どうしようかな。ちょっと一旦作ってみますので、はい、ちょっとイメージをそれからどういう方向、はい、インスピレーションで、はい、お願いいたします。口で説明するっていう難しいですね、うん、犬種は何なんですか。犬種はあのジャック・ラッセル・テリアっていう、あの、あ、いいですよ、あのマスクっていうが知ってるよ。ジムキャリー、あれに出てくるやつ。ジムキャリーのワンちゃん。はい、ワンちゃんと。誰か携帯で調べた方が早いかな。僕が iPad 取ってくるから。あ、そうですか。それで。どう作った方、とりあえず作ってみた方がいいですか、ね、はい、はい、すごいスポイトみたいなんで、うーん、すごいイエローオレンジ、
いろいろあります。これちなみに、1つ、これですね、3850円でお一人様一食限りとさせていただきますってことです。今日はちなみに6時までやってます。空き時間がまだあるんですよね。そうそう、あるみたいです。まあ要相談ですけども、今ならいけるっていう感じです。あ、それかそこインスタ開いてもらっていいですか。ちょっと失礼します。これ写しておいてください、はい、今こちらでも。ちなみにこの、はい、はい、とりあえず作ってみます、はいはい、あ、 ありがとうございます。うわ、めっちゃ可愛い犬の名前です。これ長男、長男テン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 丸が次男、次男、可愛い。こんなんかな。でもテンテンの色確かにこんなんかも。もうちょい、もうちょい、どうしましょう。ちょっと黒混じりの、はい、焦げ茶、焦げ茶、はい、これよりちょい濃い感じ。今ってどんな感じですか。今、あ、まあこの辺に近いですかね。ちょっと、はい、いやでもこの色結構テンテンに近いかも。あ、そうなんですね私の見えてます。テンテンが、テンテンが見えています。すごい、これほんまにテンテンの色ですよ。そうなんですか。うん、これってその色の濃さとかってまた変えれるんですか。はい、そうですね、はい、もうちょっと濃いめですかね。若干ちょい濃いめで、あの、まああの何を、ガラスペンで描くのか今みたいな風で描くのかによってちょっと変わってくるんですよね。ちょっと太めですね。あ、まあね、ちょっとね、まあまあ使ってるのが、じゃあちょっと 細しかないんですけど、若干やっぱり描くものによって色が、細いとね、濃い色は濃くなるし薄い色は淡くなるから、だからちょっと難しいんですよね。あ、中字ぐらいから濃淡が出てきだすから。うん、これガラスペンで、ちなみにガラスペン、あーって書き口ですよね、こういうのね。だからこれ使ったらある程度濃淡が、そうですね。おお、あ、かわいい。そう、だからグラデーションっぽいテンテンになるかもしれない。ちょ、2匹分の茶色が良くて、ハイブリッドさせるってこと。ハイブリッド、2匹分茶色、え、めっちゃ色かわいい。でもこれで十分かも余談ですけど、私の昔のあだ名がテケテンです。だそうです、皆様。なんでですか。いや、わからないです。わからないけど、なぜか、なぜか近い、ちょっとテンテンで思い出してしまいましたじゃあもうこれでいきましょうか。マジで。でも、もうちょっとやった方がいいですか。もうちょっとライブ的にどう、まあ、せっかく言うからちょっと赤みが欲しいとか、マルトのそのハイブリッドカラーの希望を。あ、若干じゃあ黒、マルが黒と茶色のミックスなんですよ。あ、はい、なんで気持ちちょっと黒、黒めな。でも黒入れたら黒になっちゃいますよね、こういうのってね。そうですね、ちょっとじゃあ、はい、これはデータを取ってはるんですか。そうですね、あの何を作ったかを控えとかないと。結局最後の、あ、最初の色が良かったっていう方もいらっしゃるので、どの色を作ったかっていうのを控えとかないと。小沢さんは去年何を作りましたかね。僕はね、黄色のこの明るい分とこの渋い黄色を混ぜさせてもらって、ちょっとなんというか、あのパトライトというか、あの道路公団サイレンカラーみたいな、サイレンじゃないか、あのくるくるのライトね、ああいうの使われてますでしょうか。あれ何やったかな、黄色のだからサファリに
入れさせてもらって、はいはいはい、なかなかそう黄色のインクってその何渋いのって難しいじゃないですか。そうですね、あの上司の携帯を借りてきました。借りてきてしまった。テンテンと丸の写真をここで見せますどの写真にしようかな。テンテンと丸はこれ顔面に映させてもらって大丈夫かな。あ、全然いいですよ。テンテンと丸じゃちょっとテンテンと丸こんな感じ、こんな感じ、こんな感じなんですよ。ああ、はいはいはい。でこれ丸ちゃん、うん、ここの茶色と、はい、でテンテンのこのここのこの茶色、はいはい、ミックスちょっと今とりあえずちょっとあの黒目にしたんですけど、あ、ありがとうございます、はい、ドキ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 、かわいい、テンテン、え、めっちゃ可愛い。これすごい。これめっちゃテンテンかも。それはもう伊達に800食以上作ってはらへん。すごい。すごいすごい。すごい。今のところノーヒントで。すごい。テンテンのこと知ってんのかなと思いました。あ、すごい。あ、さっきとやっぱ色が違う。そうですね。ちょっとはっきりとした。これですこれです。もうだから今使っていただいたっていうのは茶色と黄色と黒です。黒で、はい、すごい。ここからのその絶妙な何滴ずつとかの垂らし具合で変わってくるんですかね。そうですね、もう一滴でもやっぱり違ってしまう。違いますね。ちょっと分かりづらいですけどね、このここのこの感じがこれに近いと思いません？いかがでしょう。あ、そうですね、ちょうど、はい、うん、2匹の色作るっていうのはね、ちょっとね難題を言ってしまって申し訳ないじゃあこれでいきましょうか。流れとしてはだからこれで作っていただくとしたら、あとあのしなければいけないのはネーミングを。そうですね、はい、ネーミングを。いやー、ネーミング、オリジナルネーミングなんで。あ、名前作れるんですか。はい、名前を。はい、ここに書いていただいてよろしいですか、ね。わあ、これで書いていいですか。あ、それでいいですよ。ちょっとこれはあの私の控えとなるんですけど、はい、ごめんなさい。ここに名前書いたらいいんですか。そうですね、はい、インク名をお願いします。お、皆さんもこれ作ったらこれに名前を書ける。あ、てんてんと丸、かわいいですね。すいませんあ、すごい勢いでしてはるってすいません、コメントありがとうございます。じゃあちょっと名前を、おさださんどこ行ったこのままじゃあ名前を書いていきますね。ちょっと携帯置きます。よいしょ、ここに置かな。これは作るところです。あ、そうですね。あ、じゃあ先取りましょうか。あ、これでなんかこういう感じで数字。あ、すごい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 、皆さん見てください、出されてます。すごいな、コーヒーサイフォンみたいな。いやー確かにすごい。あの朝食の時はスポイトでやったんですけど、これで、50ミリリットル。あー、なるほど、はい、作成しております。あ、なるほど、すごい。あ、これでちょっとずつ調合してる感じですね。そうです。すごい。ここからおー、おー、すごいすごい、振られてますね。あ、これでこの均等に混ぜてる感じですか。そうですね、はい、すごい、はい
同じ色か合格。あ、はい、ありがとうございます、はい、これでじゃあ皆さん書いていきます。これなんて書くか迷いますね、こういう時。おお、すごい。これ皆さん伝わりますか。これ同じ色、これすごーい、色めっちゃ綺麗ですね。すごい、いい色ができましたね。これでこんな感じで好きな色を作っていただけるという、このインク工房、今日と明日、明日は最終日は5時半までになってますかね、で5時までですかね。あ、5時まで、5時までだそうです。予約入る。これちょっと持っていただいて、私ここにあの名前を書かないといけませんのでお願いしますね。どうしよう、みんなどんな感じの名前になってるんですか。あ、それぞれ。僕は、ね、それぞれ、はい、去年はね、黄色いサイレンにした。どうしよう、迷うな。インクつくよりネーミングの方が難しい。迷いますよね。皆さんおっしゃいます。どうしよう。どうですか、天丸ブラウン。なんかあの、ごめん、うどん屋さんみたいな。あの天丸ブラウンで。天丸ブラウンで。失礼やな、うどんとか。ごめん、ツルトンタン。あ、すごい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 、これすごいすごい、うわすごーい、うわすごい、すごい。なんかごめん、あれなんかでもさ、お茶のブランドとかでありそうだよね、天丸ブラウン、うん、コーヒーの、あ、コーヒーはいい例えですね。 ありそうやな。あのうどんよりは、うどんよりは多分天丸も喜ぶかと思います。すごーい、なんかこれなんかすごいシューって感じがかっこいい。僕のいつも斜めに書くんと違うやろ。あ、すごい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 しか出てこない。うわ、天丸ブラウンが今入れられました今、はい、すごい。さっきね、そこのとこでブワーって攪拌してたよ、はい、あれがすごかったですね。はい、ラベリング、うわー、はい、天丸ブラウンで、すごい、仕上がりました。これが皆さんできちゃいますよ、今なら。はい、こちら天丸ブラウンです。わー、すごいすごい、ありがとうございます。すごいわがまま聞いていただいちゃった。はい、ありがとうございます。やったー、すごい。でも天丸には伝えられないですよね、これね。いや、色作ったよって。こんな感じでもらえます、皆さん今なら。で、まあ、ちょっとずつ予約は空いてるんですかね。そうですね、はい、まだ空きありますので、ぜひ、そうです、はい、もし立ち寄られた方おられたらご相談によって、だから空いてたら、うんうんうん、やりたいなって方は、うん、ぜひあのインクブレンダーにおっしゃってください。はい、ということで皆さん、こんな感じで今やってます。初めてです、私、うん、本当にちょっとドキドキしました。こんな感じでできます。天丸カラーをじゃあ今日から、やったぜやったぜ、使いこなしていただいて、ちょっともう常に入れとこうかなと思います。なるほど。ありがとうございました。あ、できました。どんなどんなん、このうちの犬の2匹ミックスした茶色。ノーヒントで作っていただきました。ノーヒントで作っていただきました。で、答え合わせもしたけど、そう、もう答え合いました。てんちゃんとまるんちゃんの、そうです。あ、で、てんまる、はい、で、ね、おさださん、ここ、これてっけてん。何がおもろい。いやいや、あの、この言われはね、あの高橋ブレンダーが昔テケテンというあだ名やったって。へー、偶然近いねっていう。はい、ということでありがとうございました。よろしくお願いします。はい、でちょっとこっちで、はい、では、はい、はい、連続で、まあ、はい、今日長々とやらせていただきましたけど、はい、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。また連続ですいません、はい、ではこちらでバイバーイ。ありがとうございました。これでどうやって消すんやろ。なんか